いやー、ここまでのお話で、まあ、到達目標っていうのが評価としっかりつながっているものなんだっていうことがよく分かりました。ただ問題はこっからなんですよね、まあ、15回の授業、まあ、どうやってスケジュール立てたらいいのかなって。学生毎年変わるんやから、そんな細かいことを決めんでもいいん違うの。私ら若い時って学生の表情を見ながらスケジュール決めてたよ。で、だいたい夏休み前は休校。あのね、大将、今はね、そういうのはもう NG なんですよ。そうらしいですよ。なんか15回シラバスに書いた通りにちゃんと授業やらないと、授業予報かアンケートとかでもあの教員はダメだみたいに言われたりとか、まあ、あとは SNS とかでちょっと晒されて炎上するとか、なんかそんなんもあるらしいですよ。休校にしたらみんな喜ぶと思うねんけどな。厄介な時代になったな。確かに大将がおっしゃる通り、大学の授業って毎年受講生が変わるから、スケジュールを詳細に決めるのってすごい難しくはあるんですよね。だけどスケジュールを詳細に示すことでシラバスが学習のガイドにもなるんですよ。ちょっと本の目次をイメージしてほしいんですけど、本の目次をだいたい見たら、この本には何が書かれてて、それがどんな構造になってるのかなっていうのが分かりますよね。それをイメージしていただけたらいいかなと思います。確かにな。いや、よく分かりました。じゃあ具体的に、まあ、授業のスケジュールを立てる上では、まあ、どういったことに注意したらいいのか、それを教えてください。分かりました。ここでは大きく2つあります。おお、2つだけや今度。1つは何を教えるのかということ、もう1つはどの順番で教えるかっていうことが重要になってきます。何を教えるかか、なんかどうしても教科書をですね、最初から最後まで全部通そうかなっていうような感じでしか考えないんですよね。で、やっぱ全部やりたいから、どうしても最後の方になると、まあ、駆け足で授業を進めるみたいな感じで進めていってしまうんですよね、いつも。それはね、教育学では網羅主義って言われていて、あんまり良くない意味で使われてるんですよね。例えば学生が教えたことを全部記憶してるかどうかっていうふうに考えると、なかなか難しいですよね。そうするとやっぱり重要なことを厳選して絞り込んだ上で内容を決めていかんとダメなんですよね。まず担当する授業について、教えたい、教えなければならない、受講生が知っておいた方がいい、受講生が知りたがっているっていうのをリストアップしてみましょう。それでまずアイデアを発散させます。で、その後に絞り込んでいくんですけれども、その中で基本的な内容、推奨的な内容、選択的な内容に分類していきます。授業の中ではこの中で1の基本的な内容だけを扱うようにしましょう。こういうふうに整理すれば詰め込みすぎぬっていう状況を回避できたわけですね。喋り厳選せなあかんっていうのは辛いもんがあるな。僕もちょっとその厳選っていうのは気にかかってるんですよね。まあ、僕の分野の場合みたいに、その教科書を使うことが多い場合って、やっぱりこの2とか3みたいな内容も教科書には入ってるから、まあ、授業の中でどうしてもこういったものに関しても目を通させないといけないなって教員としては思っちゃうんですよね。これどうしたらいいんですかね。長沼君はどうしたらいいと思います？どうしたらいいんやろうな。いや、なんか思いつくのはなんか家でちょっと教科書読ませるとか、そういうことなのかなとか。そうやって授業の外で何を学習するのかっていうこともシラバスに書くことが重要になってるんですね。それを示すことで学生にとっても学習のガイドになっていくんですよ。予習復習を、まあ、示してあげるってことですよね。いや、小学生ちゃうんやから予習復習ないやろ。大学生やったら自分でちゃんと考えて予習復習しなさいよ。そうなんですよね。本当はそう思うんですけれども、多くの大学ではシラバスに授業外学習で何をするのかっていうことを、そういう欄を設けてるところも結構たくさんあるんですよ。宿題出したら採点せなあかんやん。もうそれ邪魔くさいから宿題出さんかったっていうのはあんねんけどな。なんか学生が勉強せんようになったっていうけど、まあ、教師にも責任あるんかな。そういうことになりますね。じゃあ次はどの順番で教えるかっていうことについてやっていきましょう。はい、これは到達目標を達成するためにはどんな順番を並べたらいいかっていうことがポイントになります。教え方の順番にはね、2つあるんですよ。まずこちら階層型の事例なんですけれども、こちらは基礎から応用へと進んでいく形になります。
例えばこのコンピューター入門っていう授業の場合、一つの目標につき数回の授業っていうのを準備することになるんですね。この優しい目標から一つずつ順番に達成していくっていうイメージですかね。ちょっとずつできるから達成感あるよな。でもう一つがこの螺旋型っていうものなんですね。これ複雑やなまあね、一見してちょっと複雑なように見えるんですけど、一つのトピックについて複数の目標を達成していくっていう形になります。例えばセキュリティを学ぶっていうトピックがあったとします。でそれについてまず最初に知識を習得する。そしてその次に対策を自分で立てることができる、でさらにそれをシミュレーションすることができるっていうふうな形で、一つのトピックについて複数の目標を達成しながらトピックをこう積み上げていくっていうのがこの螺旋型っていうふうになってるんですよ。なんか授業を設計するときにこうやって階層型と螺旋型、こういう考え方があるなんて考えたこともなかったですね。これすべて到達目標と関連づいてるんですよね。すべて到達目標を達成するためにはどんな風にしたらいいかっていう、その道筋を考えるということです。なんかレールみたいなもんですかね。そうか、レールを作るって言われると僕なんか結構理解しやすいですね。でそのレールをシラバスにきちんと細かく書いていくってことが必要になるってことですよね、うん、そうなんですよ。ちょっともう一つ見ていただきたいものがあるんですけれども、うん、これ実はこれもシラバスなんですけれども、いつものシラバスと何が違うかってわかります？ハート書いてある。絶対そこじゃないですよポイントこれハートいいでしょ。いやじゃなくてこれ絵になってるとかそういうことじゃないんです。いや心がこもってるやん確かにねハートもあるんですけれどもこれシラバスを図紙化してるんですね。グラフィックシラバスって言うんですよ。でこんな風に図紙化するとそれぞれがどんな関係性になってるのかっていうのが分かりやすくなるんですね。めっちゃいいですよこれ、うん、これすごい、これいいですよ。私の授業では毎回授業の冒頭でこれを見せて、今日の授業はここが位置づけですよっていう確認して授業を始めてるんですよ。これ結構ね学生さんにも記憶に残りやすいって評判がいいんですよ。長沼くん、自分の授業図紙化できそう？今から、うん、こんな風にですか、うんうん、いやできるかなあ。ちょっと前考えてみます、うん、はい。できました。こうやってまずちょっと3つのね山に分かれるかなって、基礎応用発展っていうふうに分かれるかなって思ったんですね。でそれぞれの山の中で講義と演習っていうものの授業を割り当てて、でこの山っていうものをこう順番に、まあ、到達していくことで授業で設定した3つの目標を、まあ、最終的に到達できるかなと思ってこうやって作りました。どうですかねこれ。3つ超えたらなんとかなんねんな、うん、まあ、3つやったらいけるかなまあ重要なことは美しい絵を描くということではないんで、この授業の構造っていうのを教員と学生が同じ理解っていうのを持って授業を進めていくっていうことが重要なんですね。でこれを見たら、うん、どこが飛躍してるとか、うんうん、どこが詰め込みすぎてるとか、うん、まあ、そういったこともわかるんですよ。確かになんか今そうやって見てみると、ここのところの最後の山のところ、ここだけちょっと授業のコマ数結構多くて詰め込んでるかもしれないなって思いました。ちょっと最後の山高いのって嫌やな。でこれにねさらに付け足すこともできるんですよ、うん、例えば課題をいつ課すのかとか、試験をいつするのかっていうことを書いてあげるといいと思います。そうすると学生さんは授業全体の中で自分がどんな風に学習のスケジュールを立てたらいいのかっていうことを決めることができるんですよ。長沼くん、お絵描き上手になったね。そうでしょ、照れるなじゃあこの辺で君のシラバスに乾杯。はい、乾杯。